はいどうも、皆さんこんにちは、アノチです。ということでね、本日はですね、遊郭編の新たな情報というか、新たな発見がありましたよということで、まあ、今回ね、そちらをね、ちょっと皆さんで確認していきたいなと思うんですけども、まあ、それと同時にですね、まあ、軽い考察なんかもね、やっていこうかなと思ってるんで、まあ、ぜひぜひ最後までご覧ください。ってことで、今のうちに皆さん高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、早速やっていきましょう。はい、ということでね、まず発表された情報なんですけども、こちらブルーレイ&DVD 情報の第1巻の発売日がね、公開されておりましたね。2月の23日発売ということなんですけども、まあ、これでね、出た情報で嬉しかったのが全6巻という情報が出ておりました。で、まあそちらがね、ちょっと予想していこうかなと思うんですけども、まあ、全6巻っていうことは、まあおそらくなんだけども、まあ12話から18話ということになるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、第1巻がですね、第1話しか含まれないということで、まあ、ある意味5巻構成ですよねとなっていますね。で、まあその5巻がね、3話ずつの構成だと考えると、まあ、全16話になるんじゃないかなと僕は思っているんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか。まあ、2話ずつの構成だと11話になるんですけども、それだとちょっと短いかなと思うんですよね。まあ、原作の量を含めてもそうですけども、まあ、16話構成っていうのが、まあ、一番しっくりくるんじゃないかなと僕は思っておりまして、なんでまあ第1巻が1話、2巻から6巻が3話ずつの構成になって、まあ、全16話構成、まあ、遊郭編は全16話構成になるんじゃないかなと思っております。まあ、以前にもね、ちょっと考察しましたけども、それともね、結構近いような数字になったので、まあ、今回ね、16話っていう数字にね、結構しっくりきております。はい、まあ、皆さんはどう思いますでしょうか。なんでまあ遊郭編はね、全16話構成になるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけども、はい。続いてですね、宇髄天元の嫁のね、キャストがね、ついに公開されましたよねということで、皆さん見ましたか。あれやばかったっすよね。はい、PV ね。うん。ってことで、まず、スマからちょっと見ていきたいなと思うんですけども、スマはこちらの人となりました。もう、それ、レンタルでも何でもないじゃないですか。他のお客さんや会社に黙って、やることやってるってことですよね。遠山奈緒さんということで、まあ、こちらの方がね、演じたキャラは、まあ、ゆるキャンのシマリンだったりとか、やはり俺の青春ラブコメは間違っているの、ゆいがはまゆいなんかをね、演じられておりますよということで、なんとですね、まあ、宇髄天元の嫁はね、声優予想やっていたんですけども、遠山奈緒さんだけね、僕は今回当たりましたということで、まあ、非常にちょっと嬉しいですね。はい。で、まあ、予想が当たったっていうのも嬉しいですし、まあ、遠山奈緒さんすっごい本当に僕声が大好きなんで、まあ、この方がスマやってくれるっていうのもね、個人的にマジで嬉しいポイントとなっておりますね。多分スマ推し増えるんじゃないかな。キャラデザ的にもすごい可愛いし、声もね、ものすごく多分可愛いものとなると思うんでね、すごい本当に初登場回っていうのが楽しみですね。はい。いや、これマジで本当に嬉しいわ。うん。で、続いてね、ひなずるちょっと見ていきたいなと思うんですけども、ひなずるはこの方となりました。はい。でもまあそんな感じで、はるかもどっしり構えてみたらどう。きっと信頼感も増してペアらしくなるんじゃない。種崎敦美さんということで、こちらの方がね、演じたキャラはですね、青春豚野郎シリーズの双葉だったりとか、ビビのね、主人公ディーバなんかをね、演じられておりますよということで、まあ、僕はね、本当にちょっとね、こちらね、外してしまったんですけど、予想、まあでもね、ちょっと種崎敦美さんは入れようかね、迷ってた候補のね、一人だったんで、すごい本当にね、惜しいことをしたなと個人的には思っております。はい。で、種崎敦美さん、僕は非常に本当に大好きな声優さんなんで、まあ、ひなずる結構合うかなと思っております。はい。声的に結構早見沙織さんに結構似ておりまして、胡蝶忍役のね、早見沙織さんに似てる方なので、まあそれ想像していただけるとわかる通り、まあ結構落ち着いた感じのまあキャラクターには本当にドンピシャなのかなと思ってるんで、まあ種崎敦美さん本当にキャスト陣、まあいい選択したかなって思っておりますね。はい。まあこれもちょっと初登場回が楽しみなね、ポイントとなっております。はい。で、まあ最後にね、巻を見ていきたいなと思うんですけども、巻はですね、この方となりました。俺は山伏雫じゃねえよ。あいつのもう一つの人格ってところだな。石上静香さんということで、僕はですね、こちらの方ちょっとね、まあ、存じ上げなかったんですけども、まあ、調べてみたらですね、まあ、意外と幅広くキャラクターを演じられているということで、まあ、ちょっとね、代表キャラクターみたいなね、ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、東京リベンジャーズのドラケンの幼少期だったりとか、下ネタという概念が存在しない退屈な世界の海上あやめだったかな、なんかを演じられておりますね。まあ他にもたくさんいろんなキャラクターを演じられているんですけども、
まあ、声的にね、僕は結構魔球合うんじゃないかなと個人的には思っておりますね。はい。そっち系かっていう感じでしたね。もうちょっとなんか低いボイスになるかなと思ったら意外と高い系のね、方でしたね。はい。なんでまあ声優予想としてはちょっとね、的外れになってしまったんですけど、まあ、キャスト陣としては非常にね、素晴らしいものとなってるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、非常に僕はですね、魔球楽しみですね。はい。いやもうどの方も多分結構ね、ドンピシャというか合ってる方だと思うんで、あんまり多分違和感はないと思いますね。はい。なんでまあその辺ちょっと初登場回楽しみですね。はい。ということで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。いやもう第2話もう非常にね楽しみですね。第2話第3話と非常に楽しみですね。多分ね第3話あたりからまあ嫁が本格的に出てくるのかなって思っております。はい。なんでその辺楽しみにしておきましょう。ってことで、皆さんのコメントなんかもお待ちしております。高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。